私たち昨日はお城に泊まったんだっけ。ヨシアとお祭りを回って帰りにアイスクリームを食べて、夜は父さんと一緒に晩餐会に出て、それで嘘。ここヨシアと父さんの部屋だ。確か私、シェラ姉と同じ部屋だったはず。どこからが夢なんだろう。ヨシア！あら、エステル。随分遅いお目覚めね。知らねえ。まったく、昨日はいつまで経っても帰ってこないから心配しちゃったわ。でもその様子だと、ヨシュアといろいろ話せたみたい。知らねえ！ヨシュアは？え？ヨシュアを探してるの！知らねえ！見かけなかった？今朝は見かけてないけど。っていうか、あんた昨日は疲れてそっちの部屋で眠ったんでしょ？起きた時にはいなかったの？え？私が疲れて寝たって、それって誰から聞いたの？先生からだけど。父さんが。それじゃ、父さんは見かけなかった？先生なら、さっき階段を登って空中庭園に上がっていったけど。あ、ちょっとエステル！どういうこと？逆位置の恋人たち。父さんだったらきっと何か早く見つけなくちゃ。エステルか。父さん、あのね、大変なの。わかっている。ヨシュアは行ってしまったようだな。どうして、なんで父さんが知ってるの？昨日軍医から帰ってきたら、ベッドにお前が寝かされていた。そしてテーブルにはあいつの書き置きが残されていた。それで大体の事情はわかるさ。だったらどうしてこんなところでのんびりしてるの？早くヨシアを探さないと。やめておけ。あいつが本気で姿を消したら、
たとえ俺でも見つけるのは無理だ。5年前あいつに狙われた時、俺もかなり苦戦させられたからな。私今までずっとこの質問はしなかったけど、ヨシアって何者なの？見くらう蛇、そう名乗っている連中がいる。名士と呼ばれる狩猟に導かれ、世界を闇から動かそうとする結社ヨシアはそこに属していたらしい。見くらう蛇。正直遊撃士協会でも実態がつかめていない組織でな、世間への影響を考えてその存在は半ば伏せられている。だがそれは確実に存在し、何かの目的を遂行しようとしている。今回のクーデターのようにな。それってあのロランス少尉のこと？ああ間違いあるまい。もっとも関与していたのはその少尉だけではなかったはずだ。ある意味ヨシュアも協力者の一人だったようだからな。ちょっと待って、それってどういう意味？書き置きに書かれていた。ヨシュアはこの5年間遊撃士協会に関するさまざまな情報をその結社に流し続けていたらしい。どうやら自分でそれと知らずに報告する暗示をかけられていたようだ。そんなことって、正直得体の知れない連中だ。深入りするのはやめておけ。意味がわからないんですけど、それってヨシアを放っておけってこと？ねえ父さん、答えてよ。いずれこんな日が来ることは分かっていた。5年前ヨシュアが俺の養子になることを承諾した時、あいつはあることを俺に誓った。あること？自分という存在がお前や俺たちに迷惑をかけた時、結社という過去が何らかの形で自分に接触してきた時、俺たちの前から姿を消すとな。何それ？お前の気持ちもわかる。今まで家族として暮らしてきたんだ。簡単に割り切れるものでもないだろう。だがな、男には譲れない一線というものがある。だからお前もヨシュアの気持ちも分かって。知ってたんだ。何？ヨシュアがいつか私たちの前からいなくなっちゃうかもしれないって。父さん知ってたんだ。すまん。父さんのバカ！先生、シェラザード、みっともないところを見られたな。いえ。責めないのか、俺を。私もそれなりの事情があって先生のお世話になった身ですから。先生とヨシュアの気持ちはどちらもわからなくはないんです。そうか、そうだったな。でも一つだけ、女の立場から言わせてもらえれば。ん？先生もヨシュアもかなり最低です。
そんなわけない。ヨシャがいなくなるなんて、そんなおっと、ジョーちゃん、こんなところでどうしたんだ。濡れちまう前にさっさと家に帰った方がいいんじゃないか。そっか、そうよね。ヨシアがいなくなるはずない。きっと先に家に帰ってるだけ。え、ヘイさん、ありがとう。急いで家に戻ることにするわ。なんだ。それにしても今の子、そうか、クーデター阻止に協力した。僕のエステル、お日様みたいに眩しかった君、君と一緒にいて幸せだったけど、同時にとても苦しかった。明るい光が濃い影を作るように、君と一緒にいればいるほど僕は自分の忌まわしい本性を思い知らされるようになったから。だから出会わなければよかったと思ったこともあった。私、ヨシアのこと傷つけてたの。出会わなければよかったって。私、あかん、あかんな。澄み切った青空、そして頬に心地よい風、そんな中で君みたいな可愛い子が元気なさそうな顔しとったらあかんよ。女神様もがっかりするで、ほんま。ああ、ちゃうで。決して怪しいもんとちゃうよ。ただ乗船した時から君のことが妙に気になってな。なんか元気ないみたいやから、俺の素敵トークで笑顔にしたろと。ま、そんな風に思ったわけや。よくわからないけど、ありがとう。まあぶっちゃけナンパしとるんやけどね。どや、暇やったら下の展望室にでも付き合わん。ドリンク注文できるみたいやから、お近づきの印におごらせてもらうわ。あの気持ちはありがたいんだけど、あんまり気分じゃなくてごめんなさい。そっか。それじゃあナンパはやめて本業に切り替えた方がいいかな。迷える子羊導くのもお仕事やし。本業？ふふん、これや。それって確か七曜教会の。ビンゴ、聖杯の紋章や。俺はケビン・グラハム。これでも七曜教会の神父やねん。へえ、そうなんだ。って、冗談でしょ？なんで？俺めっちゃ真面目な神父さんやで。三度の祈りは欠かしたことないし、聖典もほら、肌身離さず持ち歩いて。ごめん。座席に忘れてきたわ。説得力ゼロなんですけど。ほんと、おかしなお兄さんね。わ、今ちょっと笑ったな。やっぱ可愛い子は笑顔でないとな。ま、そういうわけやから、よかったら神父として相談に乗るで。ナンパは抜き、空の女神に誓うわ。でも何をどういう風に相談したら。私
ちょっと待ってよ。なんか知らんけど、ごめん、俺が悪かった。よしよし、いい子や。今まで我慢しとったよな。気の済むまで泣いたらええよ。女の子に胸貸せるなんて役得や。どや、ちょっとは落ち着いたか。うん、私エステル、エステルブライトっていうの。遊撃士協会に所属しているわ。エステルちゃんか、名前もめっちゃ可愛いやん。って遊撃士協会。うん、これでも遊撃士よ。あんなみっともない姿見たら信じられないかもしれないけど。いや、そんなことないで。よく見たらそれっぽい格好やし。やっぱ何かの武術をやってるん？防術を少しね。そういうケビンさんは本当に教会の神父さんなの？どう見てもそうは見えないんだけど。ついな。まあ俺は巡回神父やから、ちょい毛並みが違うのは認めるわ。巡回神父？礼拝堂のない村ってあるやろ。そういう村を定期的に訪れて礼拝や日曜学校を取り行うわけや。まあ教会の出張サービスやね。なるほど、そんな神父さんがいるんだ。まあ礼拝堂勤めの神父と違って方位とかも適当なやつが多くてな。そんなわけで多めに見たってや。まあいいか。それじゃあケビンさんはこれからどこかの村に行くんだ。いや、実は俺リベールに来たばっかりなんや。巡回神父の手が足りんらしくて本山から派遣されてきたんやけど。あ、そうなんだ。教会の本山ってどこにあるのか知らないけど。大陸中部にあるアルテリア報告ってとこや。ま、グランセル大聖堂の大司教さんに着任報告する前にちょいと観光でもしたろ思ってな。で、こうしてブラブラしてるわけや。わく、ダメじゃない。ほんといい加減な神父さんね。ええねん、いずれ巡回する場所の下見や。こうして悩み事がありそうな可愛いことも巡り合えたしな。うんうん、これぞ女神のお導きやで。まったく調子いいわね。でもありがとう。泣いたらすっきりしちゃった。ダメよね。うん、ちゃんとヨシアを信じないと。え？あ、ヨシアって私の兄弟みたいな男の子なんだけど、いきなりいなくなっちゃったから私ちょっと驚いちゃって。いきなりいなくなったって、それって家出かなんかか？ううん、違う。一足先に家に帰っただけなの。だって家族なんだもん。勝手にいなくなるわけないんだから。でもほんと失敗したな。告白はタイミング悪かったかも。ヨシアに会ったらうまい具合にごまかさないと。なあエステちゃん。え？いや、あんな、俺さっきも言ったように観光中やから特に用事もないねん。せやからロレントって町で降りて
エステルちゃんを家まで送ったるわ。ここがロレントか。こう言うたらなんやけど、発着場がある以外は田舎やね。悪かったわね、田舎で。一応言っておくけど、礼拝堂だってあるんだからね。お、なら後で教区長さんに挨拶しに行かなあかんな。で、エステルちゃんの家ってどっちの方にあるん？それなんだけど、見送りなんて必要ないってば。町から出てすぐのところだし、これでも一応遊撃士なんだから。遠慮せんでええよ。レディーの送り迎えは男の義務や。それに自慢の彼氏にも一度お目にかかってみたいしな。彼氏ってそんなんじゃないんだけど、まあいいわ。家に着いたらお茶くらいはご馳走してあげる。サンキュー。ほな、案内したってや。エステルちゃんの家か。なんちゅうか、あったかそうな雰囲気の家やね。そうでしょう。あたしと父さんとお母さん、それにヨシアとの思い出がいっぱいに詰まった場所なんだから。なるほどな。で、そのヨシア君ってのが一足先に帰ってきているわけか。うん、間違いないわ。ついてきて、紹介するから。どんな野郎か知らんが、罪作りのやっちゃ。しゃあないな。ただいま、ヨシア。ねえ、帰ってきてるんでしょ。おかしいな、ヨシア帰ってきているはずなのに。あ、父さんの書斎にいたりして。そうだ、私の部屋にいる可能性もゼロじゃないよね。やば、下着とか出しっぱなしにしてたかも。よかった、出しっぱなしにしてなくて。まあヨシアだったら私の下着なんか見たって平然としてるだろうけど。ヨシア、入るね。
そっか、私バカだ。彼氏おらんみたいやな。それともあれか、一旦帰ってきてからまた街にでも出かけたとかか。うん、やっと目覚めたみたいやね。本当はね、ちゃんと分かってたんだ、ヨシアは行っちゃったって。家に戻ってるはずないってちゃんと分かっていたんだよ。そっか。でもね、この部屋が最後だったから、他にヨシアの居場所なんて私には思いつかなかったから、だからここでおしまい。私はもう二度とヨシアに会えないんだ。諦めるの早ないか。所詮運命なんちゅうもんは女神にしか見えへん代物や。そんなもんに縛られた気になって諦めるのは早すぎるで。大事なんはエステルちゃんが何をどうしたいってこととちゃうか。でもヨシアを探そうにも何の手がかりもないし。いや、そうでもないやろ。その彼氏がどんなやつか俺は知らへんけど、何のきっかけもなしに姿を消すやつなんておらんで。え？最近彼氏の言動や態度で何かおかしなことはなかったか？もしくは彼氏に関係ありそうな奇妙な出来事が起こったりとかな。ずっと一緒にいた君にしかわからんことやで。ヨシアがおかしくなったのはあの休憩所に戻ってから。嘘、どうして、なんで私あの時会った人が思い出せないの。だ、大丈夫か、めっちゃ顔色悪いで。うん、大丈夫。そっか、ヨシアの目的は悪い魔法使いを止めること。あの時私が会った人がその魔法使いだとするなら、それがクーデタを影から操っていたのと同じ人物なら、悪い魔法使いはまたリベールで何かをしようと企んでいるはず。じゃあ私が遊撃士として魔法使いの企みを阻止できたら、ひょっとしたら。よく気づいたな。父さん、知らねえ。どうしてここに。悪い、エステルちゃん、定期船を降りるときギルドのオート支部に連絡させてもらったわ。え、まったく驚いちゃったわよ。あんたを探してギルドに行ったらちょうど連絡が入ってくるんだもので、慌てて先生と一緒に出発直前の貨物飛行船に乗ったわけ。まあそういうわけだ。ケビン神父と言ったか、連絡してくれて本当に助かった。礼を言わせてくれ。いや、とんでもない。部外者が出しゃばったりしてほんますんませんでした。あの父さん、私ね。分かっている。深入りするなと言ったのはただの俺のエゴだ。男としての、父親としての論理をお前に押し付けただけに過ぎ、そうシェラザードに叱られてな。知らねえ。私も今回は全面的にあんたの味方よ。覚悟はしていたが、あいつがいなくなったことが
せめてお前だけは危険な道を歩かせたくなかった。命と引き換えにお前を救ったレナのようになってほしくなかった。だがそういうふうに考えるのはお前にも母さんにも失礼だったな。今さらながら思い知らされたよ。父さん、軍を立て直すため俺はしばらく身動きが取れん。おそらく奴らの狙いはそこにもあったのだろうが、今度こそ俺はお前のことをろくに手助けもできんだろう。それでも決意は変わらないか。うん、私まだまだ未熟だけど、それしか方法はなさそうだから、だから私やってみる。ミクラウヘビの陰謀を阻止して、きっとヨシアを連れ戻してみせる。そうか、ならば何も言うことはない。遊撃士として、それから一人の女として、お前はお前の道を行くといい。父さん、私そうだ、大事なことを言い忘れていた。エステル、どうか頼んだぞ、ヨシュアを。あのバカ息子を連れ戻してくれ。うん、わかった。またこの家でみんなで一緒に暮らすためにも、絶対にヨシュアを連れ戻すから。演習の準備があるって先に済ませちゃったわよ。
何でも今日の演習はかなりハードなんですってね。そんな風に先輩が言ってたんですか？うん、朝食はしっかりとっておくようにとの伝言よ。二人ともいっぱい食べてしっかりスタミナをつけてね。練習前にこんなに食べたらまずいような気がするけど管理人さんの料理ってほんとおいしいもんね。でも訓練と違って途中でバテるわけにいかないし、ちょうどいいんじゃないかな。うん、確かにやっぱりスタミナは基本よね。それにしてもここに来てからもう3週間か。正直あっという間だったな。エステルちゃんものすごく頑張ってたもんね。私も一緒に訓練してて本当いい刺激になったよそう言ってもらえると嬉しいな。でもクルツさんが訓練教官として来てくれたのも驚いたけど、まさかアネラスさんが私と同じ訓練を受けるとは思ってもみなかったわ。うーん、私も声優劇種になってから半年くらいの新米だからね。シラ先輩からエステルちゃんの話を聞いて渡りに船だと思ったんだ。前々からこの訓練場のことは先輩たちに聞いて興味があったし。そっか。でもこんな場所があるなんて、ギルドも結構大きな組織なのね。最初父さんたちから話を聞いた時はあまりピンとこなかったんだけど。言ったように、もう俺はお前を止めるつもりはない。だが正直、今のお前の実力では結社の相手はあまりにも危険すぎる。そこでエステル、ルロックルに行ってみないか？ルロックル？レマン自治州にある遊撃士協会が所有している訓練場だ。宿舎の周りには様々な種類の本格的な訓練施設が用意されている。遺跡探索技術、レンジャー技術、サバイバル技術、対テロ技術、実戦レベルの訓練を行うのに最も適した場所と言えるな。そんな場所があるんだ。でも自治州ってことはその訓練場外国にあるのよね。私今リベールを離れるわけには。外国とは言っても国際定期船を使えば1日よ。訓練期間はそうね、1ヶ月もあれば一通り終わるわ。その間何か情報が入ったらすぐに連絡できるよう手配する。それならどう？ま、進めはするが決めるのはあくまでお前だ。よく考えてみるといい。ううん、もう決めた。私訓練を受けてみる。アロマ？うん、思い切りがいい。どうやら自分でも思うところがあるらしいな。うん、まあね。考えてみれば私って今までヨシアに頼りきりだった。何か事件が起こった時はいつもヨシアが導いてくれた。でもこれからは自分の判断が頼りなんだよね。だから私、その訓練場で自分を鍛えてみる。エステル。そうか。なら明日にでも訓練場の利用を申請するといい。ロレント支部からできるはずだ。うん、わかったね。エステル、出発が決まったらオートの百貨店に寄ろうか。どうして？声優劇士になったお祝いよ。せっかくだから新しい仕事用の服を買ってあげるわ。なるほど。その服ってシュラ先輩のお祝いプレゼントだったんだね。いいなあ、可愛い服を買ってもらえて。
丈夫な生地を使ってるし動きやすくていいんだけど、こういう女の子っぽい服って私には似合わないかも。そんなことない、とってもよく似合ってるってば。それに遊撃士でも女の子におしゃれは必要だよ。いな、遊撃士だからこそおしゃれには気を使わなくっちゃ。アネラさん？そうだエステルちゃん、リボンとかつけてみる気ない？すごく似合うと思うんだけどな。遠慮しときます。っていうか前々から思ってたんだけど、アネラスさんって可愛いものに目がないでしょう。もちろん可愛いことは正義だもん。シェラ先輩みたいなかっこいいお姉さまには憧れるけど、やっぱり可愛く着飾った年下の女の子に勝るものなし。ぬいぐるみなんか抱いてたらギュッと抱きしめたくなるよ。こりゃティータに会ったらそっとするかもしれないわね。それにしても初めて会った時と比べるとエステルちゃん変わったよね。え？最初はいかにも新人くんで初々しい印象しかなかったけど、今は初々しさも残しながらぐっと頼もしくなった気がする。それって結構すごいことだよ。やだなアネラスさんをおだてないでよ。照れない照れない。うん、これは先輩として私も負けていられないな。もう、そういえばアネラスさん、そろそろ演習の時間じゃない？あ、そうだね、一旦部屋に戻ろうか。それじゃまた後でね。ほんと元気な人ね。アネラスさんが一緒でこっちも助かっちゃったな。さてと、私も部屋に戻って必要な装備を取ってこなくちゃ。さてと、演習というからには一通りの装備が必要になりそうね。実戦と同じで何が起こるかわからないし。早速練習を始めよう。向かいの席についてくれ。本日の演習は遺跡探索だ。この宿舎の西にあるバルスタール水道に入ってもらう。バルスタール水道、古めかしい名前だけどやっぱり訓練用の施設なの？ああ、中世の遺跡を改築した施設でね。昔の仕掛けも残っているし、危険な魔獣も多く徘徊している。なるほど、かなり実戦に近そうですね。それじゃあ早速その水道に出発するんですか？いや、その前に二人ともこれを見てくれ。あれ、これってもしかして戦術オーブメントですか？ああ、その通りだ。動力魔法の使用を可能にする戦術オーブメントを作っているのはエプスタイン財団というが、これは先月財団から納入されたばかりの最新型でね。
スロットの数は1つ増えて7つ。今までのアーツに加えて新型のアーツも組むことができる。へえ、すごいじゃない。うんうん、かなり期待できそうだね。で、クルツ先輩、私たちももらえるんですか？ああ、希望するならギルドから無償で提供される。ただし難点が一つあってね。新型は基本アーキテクチャが大幅に変更されてしまったんだ。だから互換性の問題で以前のクォーツが装着できない。新規格のクォーツが必要になる。それってつまり今まで合成したクォーツが無駄になるってことですか？残念ながらそうだ。面倒だろうが、また最初から一つずつ揃えてもらうしかないな。そりゃないわ。今のオーブメントを使い続けたらダメなんですか？ダメじゃないが、推奨はしない。新型オーブメントは全ての面で以前のものより性能が高いんだ。最大 EP も大幅にアップするし、最新型のクォーツにも対応できる。将来的にはさらなる身体能力の向上が期待できるということだ。それに何といっても以前のオーブメントになかった新しいアーツが組めるのが大きい。エステル君、ロランス少尉を覚えているか？忘れるなんてできっこない相手だけど。シェラ君から聞いたが、彼は未知のアーツを使ったそうだな。複数の相手を一度に攻撃しながら混乱効果を与える上位アーツ。実は新型オーブメントではそのアーツを組むことも可能なんだ。名前をシルバーソーンという。シルバーソーン。それじゃあ、あの赤い隊長さんは新型を使っていたんですね。その可能性は高そうだ。さて、君たちはどうする？やっぱり迷っちゃいますね。将来性は新型の方が上だけど、当面の戦力ダウンは痛いし。私は新型を使いこなしてみたいな。え？あの時私はあの銀髪男に全く歯が立たなかった。オーブメントを変えたからって自分が強くなるわけじゃないけど、それでも私より大きな力を使いこなせるようになってみたい。だからエステルちゃん。うん、確かにそうだね。クルツ先輩、私も新型使わせてください。いいだろう。それでは受け取ってくれ。あとこれを渡しておこう。それだけあれば基本的なクォーツは揃うだろう。演習に行く前にそこの工房でロベルト君に合成してもらうといい。新しいクォーツとオーバルアーツのリストはブレイサー手帳に工房に行くときには自分たちで確認しておくように。うん。さらに今日の演習は長丁場になるはずだ。いざという時に備えて食料も用意した方がいい。それはフィリスさんにお願いすれば OK です。ああ、ロベルト君とフィリス管理人。さて、エステル君にはついでにこれも渡しておこう。これって、あ、いいな。しかも結構良さそうなものじゃない。ああ、どれも特注品さ。準遊撃士での功績に対するギルドからの報酬だと思ってくれ。ありがとう。それでは自分は宿舎の出口で待っている。準備が終わったら来てくれ。
ステルちゃん、早速演習の準備。うん、フィリスさんとロベルトさんのところに行って。今日の演習はまた一段と厳しいみたいね。手軽に回復できる便利な料理をささっと教えてあげちゃうわ。そうそう、今もらった食材で料理を作れちゃうんですか？ええ、食材の中には魔獣が落とすものもあるの。そんな材料をたくさん使う料理は食材を集めるだけ。確かにいろいろと変な食材があったわよね。うん、なるほど。働かざる者食うべからずですね。料理についての詳しい説明はブレイサーで。それじゃ、うん、お料理。新型オーブメントにしたみたいだね。手帳に載っている新型クォーツと基本的な。さてと、オーブメント新型オーブ新型をそんなまたやるには。さてと、少なく回復わからない。新しいクォーツを作って回復系のアーツも用意したか。これでようやく出発できるな。はぁ、確か西の方にある中世の地下水道でしたよね。ああ、バルスタール水道だ。先ほども言ったが、水道内には危険な魔獣が徘徊している。二
二人とも準備はいいのか。わかった。それでは出発。二人ともついてきて。了解。わかりました。バルスタール水道。へえ、結構大きな地下水道みたいですね。王都の地下水道ほどではないが、それなりの広さはあるだろう。本日の演習は水道の採用にあると思われる機密文書の回収だ。機密文書？あくまでもそういう想定での演習だよ。とにかく水路の採用まで行けばダミーの書類が見つかるはずだ。それを回収できたら演習終了。話を聞いてる限りだと簡単そうに聞こえますけど。当然演習というからにはいろいろと用意してるのよね。まあご想像にお任せするよ。ちなみに徘徊している魔獣がかなり手強いのは確かだ。ひょっとしたらチェインクラフトを使いこなす必要があるかもしれない。チェインクラフトっていうと。ここに来てから特訓した仲間同士による協力攻撃ですね。ああ、複数の仲間が敵を同時に攻撃できるクラフトだ。せっかくだからこの演習中に試してみるといい。うん、わかった。それと戦闘に際して君たちにこれを渡しておこう。あ、これってこれは魔獣手帳。ああ、戦った相手の情報を敵の特性が分かり次第その手帳に書きし。敵の情報か。戦いには重要なことよね。うん、まず敵を知ることは兵法の基本でもある。恩に来ます、グルツ先輩。礼には及ばないよ。加えて言わせてもらうと、傷を負った場合には無理せず撤退するように。オーブメントの回復装置も念のために用意したからね。さすがはクルツさん、何もかも準備万端ってわけね。うん、それだけに私たちもちゃんと期待に応えないと。それでは行ってきます。調べにはちょうど久しぶりの実戦だし、戦い方を確かめながら行きたいとこだけど。どうする、エステルちゃん。基本から全部おさらいする、それとも応用編だけにする。確認するのは応用編だけにしたいかな。練習したチェインクラフト。うん、了解だよ。じゃあこの辺の魔獣は蹴散らしていっちゃおう。魔獣を蹴散らしてきたけど、もうこの通路も終点かな。うん、そうみたいだね。ねえエステルちゃん、そろそろあれを試してみない。あれって、あ、チェインクラフトね。せっかく特訓した新しい連携攻撃だからね。漢字をつかむためにも早速実戦で使ってみない。それじゃチャンスがあれば狙ってみること。うん、よろしく。さあ行こう。了解。
記録しておかなくて。あ、そういえばちょっと待ってて、すぐに書いちゃうから。サラサラサラ、うん、これでバッチリ。
Thank you.
Thank you.
が無敵なの。なんちゃって。
や！や！はい！我が剣は無敵なんと。
Thank you.